皆さんこんばんは、加原ともみです。今日はコンビニで、美味しそうなのをたくさん買ってきました。こんなにいっぱい、皆さんに紹介しながら、これはこんな味がするとか、これはこんな感じだとか、そんな風なことをおしゃべりしたいと思います。それでは皆さん始めたいと思います。まずはキムチ鍋いきますね。これちょっと厚めに温めた方がいいんですね。なぜならば今寒いからです。寒いからです。はい、キムチ鍋いただきます。ちょっとね、初めてなんですけど、コンビニのキムチ鍋いただきます。まずスープから。息子がね、ちょっと泣いてますけど、すいません。うまい。うん、キムチとこのお豆腐がうまい感じに入ってますね。うん、それで何がいいって、豚肉の量が多い。豚肉の量が多いぞー。いただきます。どこの豚だろう。おいしい。で、豚肉を口に含みながらスープを飲むと。そして白菜とかもたっぷり入ってるんで、消化にいいと思います。豚肉食べたらスープを飲む、白菜食べたら口に含みながらスープを飲む、その順番ですね。豚肉の量が本当に多いですよ、これ。いただきます。ブーですね。てな感じで、今の季節ね、今日なんかは雨がすごい降ってるんで、すごく合うと思います。気持ちいいな感じです。美味しいです。そしてやっぱりこれでしょう。やっぱり一日の終わりにはじゃじゃーん、ザ餃子、餃子です。私は餃子を食べるときは酢だけで食べます。この玉姫の酢っていうのはすごい自分はお気に入りで、いつもストックしてるんですけど、スッパーって感じです。でこれをざっくり、かけちゃいます。ピヨーンって言って、そしてすだけで食べる。うん、いただきます。餃子、餃子いただきます。うん、やばい、これ見て、具がたっぷり、隙間がない。で、酢をすくいながら半、うん、うんうんうん、美味しい。でも美味しいだけじゃ伝わんないと思うんですけれども、ニンニクが
入ってるようで入ってないような入ってるような感じで、うん、ぎっしり中詰まってますね。おいしい、止まんない。これ具がたっぷりで本当おすすめです。そして次、女の子が大好きなチーズたっぷりのパスタが入ってるやつ。ちょっとね、シッターさんも苦戦してますね。うちの息子が泣いてますけど、どうもすいません。ちゃんと面倒見てる方はいらっしゃるので気にしないでください。そのチーズになんと売ってました。ナン、超柔らかいナンって書いてあったんで、あちちちちちちち温めたんですけど、おビヨーンって感じで、いただきます。あー、うーん、なんか頭の中カレーが思い浮かぶ感じですけど、私はこのチーズの、チーズたっぷりのパスタの時に漬けます。漬けて食べちゃうぞと、漬けて食べちゃうぞ。うーん、おいしい。見て、こんなにチーズたっぷり、チーズなんだ。うん、でもってこの黄身、見て超おいしそうでしょ。うん、この黄身をたっぷりつけてこれを食べちゃうぞ。うん、なんかね、これプラス中にベーコンとパスタがあるんですよ。だからチーズナンも楽しみながらパスタも楽しむという感じでいただきます。うん、うん、やばい、今までトレーニングしてきたのが水の泡になってしまう。明日すぐにトレーニングに行かなければ。でも美味しい。うん、なんかあの胡椒の味もピリッと効いて、でナンも一緒にこうやって食べられるんで、すごいおすすめです。そしてちょっと待ってね。はい、ちょっとやっぱり今みたいに気になる、食べ過ぎた、今日はちょっと自粛するかみたいな方におすすめのがおかゆです。おかゆ、お湯入れてます。そしてこれを、お湯を入れてからよくかき混ぜてくださいね。これ何カロリーだろう、73カロリー、超嬉しい。しかも結構たっぷり入ってるんですよ。ほら、
わかります？でしばらくかき混ぜて、お米とスープを混ぜます。で、この名前はおかゆで、アオサとアサリだしと書いております。だからね、すごくアサリの匂いがして、ちょっとね、海に出かけたような気分。いただきます。あー、美味しい。これ何これ、超美味しい。うん、これこれこれ、絶対女の子におすすめ。これ満腹感もある、食べ応えもあるし、なんかちょっとお腹空いてる時ってなんか何でもいいから、スープでも何でもいいから飲みたいみたいな時に、もうちょっと味はそんなに濃くないんですけど、すごく濃く感じられるような感覚がすると思います。これおすすめだわ。これちょっと大量買いしよう。しかも73カロリーだし、そう、これにこれだけで味は終わらせない。この梅干し、金の梅干しを買ってきました。じゃーん、梅干し、クエン酸たっぷり。これをお粥の中にポンと入れます。そしてこの中で潰します。潰して、そしてこんな感じでお粥とミックスさせます。いただきます。うん、あ、これは最高だわ。これ私はお酒も20代で卒業したんでもう飲まないんですけども、家に帰ってきて飲みすぎた、でもなんかちょっとお腹空いたなっていう時にこれちょっとやってみてください。なんかちょっとした空腹感が癒されるような感じです。うーん、これは美味しいわ。73カロリーだしね、これダイエットにいいですね。うん、ということで次は、あ、汗出てきた、熱いっす。次はじゃじゃーん、もこたんめん。これはガチで美味しいでしょう。ちょうど出来上がっております。これはお箸があった、じゃん。これは絶対美味しいでしょう。これはね、おすすめですよ。見てよ、だってこんなに具沢山だよ、ほら。でまずスープからいただきます。あ、おいしい、おいしいです。これはもうみんなも知ってるでしょう。で、私キクラゲが大好きなんですけど、キクラゲがめっちゃ入ってる。うん、うん、キクラゲ追加でー的な感じの、美味しいです。いただきます。うん、おいしい。辛くておいしい。しかも野菜こんなにたっぷり入ってます。うん、
だから野菜と麺をミックスさせて食べます。うん、これは美味しい。うん、私蒙古タンメン何回も行ったことありますけど、なんかもう本当にもう自分が今日一日よく頑張ったなっていう時にこれ食べてください。うん、すっごいおすすめです。これをちゃんとベビーシッターさんいますからね、心配しないでください。うん、おいしいです。やばい、熱い、汗かいてきた。ということで、美味しいキムチとチーズのパスタとナンと餃子とおかゆと蒙古タンメン梅干し、これを紹介しました。ふう、熱い、ちょっと髪の毛結びたいと思います。熱いぞ熱いぞ熱いぞ。ゴムがなかった。ゴムがないからしょうがない。じゃあちょっと上着脱ごうかな。熱い熱いです。で、やっぱり最後に欠かせないもの、それはこれです。デザートたちの前に生ハム。これこの生ハムすっごい美味しいんですよ。これね、ちゃんと手洗ってるんでちょっと手で失礼しますけど、私ちょっとお酒飲まないんで、あのわからないかもしれないんですが、お酒飲めたらもっと美味しいんだろうなって思いつつも、生ハムさんです。これ私朝起きてよく食べるんですよね。朝起きて塩分取って、で水分取ってってやって、それで行くことが多いんですけども、やっぱ塩分を夜中に取るとあんまりね、そう次の日むくんじゃったりとかするので食べることはないんですけれども、この生ハムっていうのが私はめちゃめちゃ好きです。なのでみんなも好きになってください。いただきます。これはやっぱりお酒が飲める人が食べるものだなっていうふうには思いますけど、私はこれと白飯で全然いけます。で、こっからが肝心のデザート。今日はプリン買ってきました。君だけのプリンっていう、なんかちょっと可愛らしい名前のプリンがあったので、ちょっとそれを食べてみたいと思います。パッケージがね、まずいいよね。君だけで作ったプリン、どうなんだろう。いただきます。濃厚濃厚です。いただきます。うーん、君だけで作ったのかいや普通に、ただ普通にめっちゃ美味しいですよ。これカラメルソースがちょっと下の方に貼るんでほじってみたいと思います。こんなにいっぱい、いただきます。うん、おいしい、おいしい。なんかね、ふわふわしてんの、ふわふわ、おいしいって感じです。これ進んじゃいますね。うーん、おいしい。これカラメルソースが決め手ですね。うん、おいしいです。
プリンシリーズプリン&ホイップという名前のものがあったので買いました。こんな可愛いなんかスライムみたいな形してます。ピヨーンと取ってちょっと食べてみます。プリン&ホイップいただきます。見てください。プリンとホイップがミックスされてまーす。いただきます。いただきます。これは、なんだろう。電車の中は難しいかな。私だったら食べちゃうけどな。まあでも今コロナだからな。食べられないかもしれないですけど、このプリンとホイップのミックス加減がめちゃめちゃいいです。そして恋する火曜日の極上パンプディングという プディングが売ってたんでちょっと買ってまいりました。これね、見た目超美味しそうなの。ほらー、すごくないですか。これもいっちゃいます。じゅわん、ぴよーん、こんな感じですね。なんかいただきます。カラメルソースがすっごい美味しいですね。カラメルソースがね、決め手、最後の決め手的な感じでめちゃめちゃ美味しいです。ブランコ乗って待っててね。カラメルソースがすごい。こんな感じでちょっといっちゃいますね。これすっごいおいしい。ホイップクリームとカラメルソースとプリンが全部ミックスされてる。これはめちゃめちゃおいしい。考えた人どんな人なんだろう。なんかスイーツがすごい好きで、なんかもうあれなんだろうね、なんかもうスイーツのためにもう生きてますみたいな人が作ったような味でした。そしてこれはめっちゃおすすめの、これはね、私ね、絶対コンビニ行くと買うんですけど、わらび餅、わらび餅、わらび餅じゃありません。わらびもぴーです。わらびもぴー。美味しそう。いただきます。わらびもぴー、わらびもぴー。ごめんなさい、変で。いただきます。外側はきな粉の味で、中側はとろけるようなわらび餅です。これは美味しいね。きな粉って体にいいって知ってました？どこがいいって聞かれてもちょっとわからないんですけどね。わらび餅、これはもう絶対見つけたら買ってください。お願いします。そして
通勤してる皆さんにすごくおすすめなのがこの開かないぞアーモンドボールです。これはポケットじゃないバッグに入れながらちょっとお腹空いたなって歩きながら行った時にちょっとポケットパッて開けてパッて取ってうわマスクしてるでしょ。マスクしてるところでこういう感じでマスクしてますで歩いてますでちょっと下をめくってこんな感じで食べてください。通勤の女の子すごくおすすめです。男の人ももちろんおすすめです。という感じで今日はいろんなものを紹介してきました。最後に私は、今日はあの糖もたくさん取ったので吸収を抑えるドリンクを飲みます。美味しいです。ということで今日はいろんな、食べ物を紹介してきました。皆さんいつも毎日お仕事お疲れ様です。皆さんの最近のコンビニはもう本当に添加物とかもすごく少なくて手作りで一生懸命考えて作ってくれてる方がたくさんいらっしゃると思います。なので体に悪いわけではないと思います。コンビニ食でも私は生きていけてますんででも手作りもします。もちろん息子もいますんで毎朝白飯を炊いて、息子にブロッコリーとかトマトとかも食べさせてお肉も食べさせて、ちゃんと3食きちんとやってますけれどもやっぱりね皆さんお仕事が忙しいからコンビニご飯にしようなんていうふうに思う人がたくさんいらっしゃると思います。本当にお仕事お疲れ様です。そんな方たちのために今日は美味しいご飯を紹介してきました。ぜひ食べてみてください。今日は以上です。という前に、実は今日、ファンクラブができました。やっとやっとできました。このあと、8時から、ツイッターとインスタで、どこにアクセスしたらいいかとかどんなファンクラブなのかっていうことを紹介しますのでぜひ見てください。それでは会員の皆さんじゃないや会員になってくださいね。はい。で